千年万華ワンタンということで、村雨ルート8回目やっていきましょう。チャプターは5の3からですね。途中からサマサメくんが全速力ダッシュをね、かましているところで、まあ、村雨ちゃんのところにね、合流しに行くんですけど、まあ、ただ、吉野さんが前回、マコ、はい、お任せくださいというね。ということなんでね。まあ、これはもう全部バレますね、この後のことは。はい、じゃあ見ていきましょう。はぁ、あ、はぁ、あ。合流する場所とか決めてなかったよね。はぁ、はぁ、はぁ。学院を飛び出して、目抜き通りまで全速で駆け抜ける。おぉ。いや、でもさ、これみんなびっくりするだろうね。あれ、どうしたんだ、あれは、クラマの男の、最近の鍛錬のせいか、そんなに息は苦しくない。でも、学院のカバンが邪魔で、いまいちスピードは出ない。あー、あるよね。あの、部活でさ、もう早く行くんだみたいな時にさ、バカバカ、でかいバッグとかなるとね、邪魔になるし、まあ、手下げでも邪魔になるよな。うおそれでも、俺は根性で街中を疾走する。頑張るね。ん？お。ほう、ご主人。おー、ちょうど一緒にいたんだね。一緒にいたっていうか、源次郎さん話せないけど、村雨さんはもうそこにいたんだ。旅館の門前には、なんか面前って読みたくなっちゃうね。なんか麻雀やってるからさ。門前にはすでに、じいちゃんと村雨ちゃんが立っていた。こんにちは。じいちゃん、村雨ちゃん。俺は中腰になって、息を整えつつ挨拶を。早いの、ご主人。頑張ったよ。そんなにかけてこんでも、まず汗を拭け。俺はハンカチを取り出して、額の汗を拭う。村雨様、いらっしゃったのですか？まあ、そうなるよね。なんか普通にさ、こう談笑してる感じにさ、こう一緒にいたけど、いや、そうなるよね。一人で立ってたわけだもんね。でも、源次郎さん、なんでここで立ってたんだ？いつも気づかずに申し訳ありません。じいちゃんは頭を下げる。だいたいこの辺りと当たりをつけたところに、ちゃんと村雨ちゃんはいたわ。すごいね。さすが、達人といったところか。達人といったところか。あ、なるほどな。そういうことか。じいちゃん、稽古のことで頼みがある。なんだ？じいちゃんがいぶかしげに俺を見る。すまない、じいちゃん。俺から頼んでおいて勝手なんだけど、しばらく中断させてほしい。俺は息を整えつつ背筋を伸ばしてじいちゃんの目をまっすぐ見た。その目は稽古が嫌になったなどという軟弱な理由ではなさそうだ。まあ、ここまでダッシュしてきたしね、頑張って。訳を話してみよう。じいちゃんは静かな声で俺にそう言った。じいちゃん、実は俺と村雨ちゃんで、俺はじいちゃんに村雨ちゃんと二人で町おこしの準備を始めていることを簡単に説明した。もうカクカクしかじかでね。じいちゃんは俺が話し終えた後、目をつむりしばらく黙っていたが、やがてゆっくり言葉を紡ぎ出す。お前の考えは分かった。おお。あれ、なんか否定される流れこれ。安春様の手伝いもあるし、放課後しか町おこしの準備をする時間はないだろう。お前の好きなようにする。ああ、なんだ。あ、普通に許してくれんだね。なんか、お前の考えは分かった、てんてんてんみたいなパターンでさ、てんてんてんからのお前の考えはみたいな。なんか大体否定される場合だけどね。ああ、許してくれるか。まあでもそうだよね。村雨様のね、話ってなるもんな、源次郎さん。じいちゃんの声はいつもに比べて優しげに聞こえた。ありがとう、じいちゃん。お前も成長したものだな。成長してるよ、正臣くんは、じいちゃん。源次郎さん。まあ、伊達に胸に触ってきてないからな、今まで。ねえ。大人として成長してるよ。そんなラッキースケベね。いや、大人でもないな。え、何？ああ、何でもない。くれぐれも村雨様の足手まといにはなるでないぞ。分かったよ、村雨様。孫をどうかよろしくお願いいたします。ふむ、承知した。心配するでないと伝えよ、ご主人。ほ、じいちゃん、
村雨ちゃん心配しなくていいってさ。そうか。じいちゃんが嬉しそうに目を細めた。困ったことがあったら何でもわしに相談しろ。ではわしは仕事に戻る。失礼します、村雨さん。いや、お疲れ様です。一礼してじいちゃんは旅館の中に入っていった。でも元気だよな、本当。仕事してね。分かってもらえてよかったよ。俺はほっと胸をなで下ろした。当たり前であろう、ご主人。源十郎は頑固だが、何が大切かは分かっておる。確かに。だって、あれだもんね、見えてない村雨ちゃんのことをこんだけ信じてるわけだもんね。やっぱ、こう空気を読めるって言ったらいいのかな。もっと祖父を信じよう。ああ、そうだね。ただ、怖くて厳しいだけの人じゃない。幼少時、鍛えてくれたのだって、俺を思ってのことだ。たたり神との戦闘も、じいちゃんに鍛えてもらったから、なんとかなった。でも、じいちゃんのなんか幼少期の話、ちょっと聞きたいよね、村雨ちゃんからさ。ねえ、なんか、いろいろ迷ってたんだぞ、みたいなこと言ってたけどさ。あの、正臣くんと同じようにね。今更ながら、じいちゃんに感謝だ。では、これからどうする、ご主人。また山を散策するか。でも昨日散々歩き回って何もなかったし。そうじゃな、もっと違う角度で考えた方がいいのかもしれん。違う角度ね。街の中で実際に観光客の様子を見てみない？彼らが何を期待してるのか、何が不満なのかを知ればきっとヒントになると思う。そう、不満っていうのが大事だよね、結構。つまりリサーチじゃな、ご主人。そう、リサーチじゃ。そうそう。敵を知るのは兵法の基本だ。良いと思うぞ。いや、これ戦争じゃないからな。戦じゃないぞ。じゃあ、今日は町に行こう。あ、でも戦か。飽きないわ。そんなわけで、村雨ちゃんと二人で店が立ち並ぶ通りに来た。観光客はそこそこいる。でも、やっぱりそこそこだった。そっか、今までに比べたらってことか。本当に以前より外国人のお客が減ったの。まあ、一応平日だけどね。それでも、俺が来たあの日と比べると明らかに少ない。いや、もうめちゃめちゃ来てたもんね。てか、まずさ、まあ、エクスカリバーイベントのところにいっぱい来てたもんね、人が。なんかあのイメージが強いわ。あとは、まあ、その来た時の、吉野さんが、舞を奉納して、奉納なのか、あれは。踊ってた時の、観客ね。法理の町の財政が苦しい？そうだったのですか。まだ深刻な状況というほどではないけどね。安春さんは、ああ言っていたけれど。思っていたより事態は逼迫しているのかもしれない。ご主人、ご主人。お、あ、ごめん。何？クイクイと村雨ちゃんに袖口を引かれて我に返る。前方に外国の客人を発見したぞ。早速リサーチを開始だ。つけるんだね。さりげなく、かつフレンドリーに話しかけるのでしょ。話しかけるんだね。なるほど。まあ、つけるのはな、あ、やばいもんな、それはそれで。分かったよ。ぐずぐずしてる場合じゃない。事態を好転させるには行動しかな、ないんだかな。あのーじゃないのよ。いいね、マサオミ。なんかちょっと、マサオミがあのーって言ってる情景を思い浮かんだらさ、ちょっと笑えてきちゃった。あのーっつって。あのイケメンの顔でさ。ちょっといいですか。目の前のヨーロッパ系の若い女性2人に声をかける。ドイツ人かもしんないよ。フランスの方かもしんないし。気持ちとは裏腹に超ぎこちなくなってしまった。挙動不審だぞ、ご主人。それにセリフがまずいぞ。宗教の勧誘みたいではないか。宗教の勧誘ってこんな感じなのかな。不審者と思われてしまう。まあな、確かに。そんなこと言われても、知らない女の人に話しかけるだけでハードルが高いんだよ。まあ、女の人だもんな。男の人だと、まあそれはそれであれか。そこは察してほしい。だいたい日本語では通じない。お。はい、
何ですか？めちゃめちゃ流暢。本当に外国人、あの日本が好きな外国人やつか、日本人より日本人してる外国人みたいな。あなた地元の学生さんですね。うん、その制服素敵ですよ。あーいいな、この人、中の人誰？ちょっと声好きだな。めっちゃ通じてる。よかった、たまたま日本語が堪能な人たちのようだ。もうレナさんより堪能だな。それにとても気さくっぽい。続いておるぞご主人、この気を逃すな、畳みかけよ。うん、俺の真横で村雨ちゃんの劇が飛ぶ。あ、はい、俺ここの学生です。こんにちは。はい、こんにちは。一人称私にした方がいいぞ。こんにちは、ホーリーは3度目ですが、学生さんと話すのは初めてです。そうですか。あ、3度目も3回も来たんだここそんな好きなんだね。目の前の2人は感じのいい笑顔を浮かべて俺を見ている。ホーリーに3度もありがとうございます。ホーリーはとても魅力的ですから、うん、つい何度も来てしまいます。この A の人絶対これリッカさんじゃん。A の人めちゃめちゃリッカさんだし、あの裏にシャーリーちゃんいるからさ、よりリッカさんなんだよな。まさかこの二人じゃないよな。え、外国人って、え、もう一人はまさか外国人じゃねえからな、そもそも。アイリちゃん外国人じゃねえぞ。おー、なるほどな。あ、魅力的ですか。独特の文化が素敵ですね。うん、声がアイリちゃんじゃないもんな、 B は。独特の文化っていうと服装や食べ物とか。です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 はそれアイリさんの方なのよ。もうなんかシャーリーちゃんがアイリちゃんやってるみたいな。あと、うん、巫女姫の舞がとても綺麗です。舞ね、あの凛とした美しさは女性から見ても素敵ですね。うーん、友竹さんの舞はやっぱり人気あるんだな。まあ確かにこう頻繁にさ、祭りの時ぐらいだもんね、なんか舞をさやったりとか、あとなんか正月とかそういうイベントの時とか、なんかこうやってこう結構ね、まあ友竹さん頻繁に舞をこうみんなに見せてるんだろうけど、うん、珍しいんだろうな。あとそれに、何？お時間をいただいてすみませんでした。どうぞゆっくりとご観光お楽しみください。ありがとうございます。リサーチ頑張ってください。リサーチリサーチいいね、これ B の人俺好きなんだよな。2人の女性は俺に手を振り立ち去っていく。俺は2人から外国人から見たホーリーの印象や魅力を教えてもらった。独特の文化、そのあたりがやはり彼らにとってホーリーの魅力らしい。悪い印象は何も持っておらんかったの。でも御神道イベントがなくなったのは残念って言ってたよね。あ、言ってた。ふむ、御神道も外国のお客にとっては文化の一つだったのだな。まあイギリス圏の人はねちょっと気になるよね。おエクスカリバーイベントジャパニーズあるのみたいなね。吉野の舞同様分かりやすい象徴であったのだろう。そうなると自然アピールより文化アピールを強化した方がいいのかな。かもしれんが、まだまだデータ不足じゃ。データ不足。よしご主人、次はあの二人に話しかけてみよう。次は男性かと村雨ちゃんが指さす先には、ホーリー最高です。おー、あーブラザー。こんなやついるか。あ、最高でーすとか言ってるやつさ、俺結構なんかこういうさ、なんていうのかな、こう古き良きみたいなところ行ったことありますけど、一人も見たことないぞ。最高でーすみたいなやつ、あ、いいねみたいな人は、おー、いいよみたいな人はいるけどさ、最高でーすはいないよ。Yes! オリエンタルテイスト超イケてます。お前ら、なんか序盤の方に見たな。まだいるのか。かなりマッシブ。マッシブだな。兄貴たちが。兄貴たち。なんか兄貴っていうのね。そっち系みたいな感じになっちゃうけど。すげえ。話しかけずれ。おなごだけの意見ではいかんだろうが、ご主人。臆するでない。行くのだ。いやー、この兄貴たち目覚めたんだろうな、このホーリーとか、この町にな。村雨ちゃんに背中を押される。超押される。仕方なく俺は九段のお二人のところへ。
ちょっといいですか。恐る恐る声を。おう、何ですか、ホーリーボーイ。何ですか、ジャリボーイみたいな。ホーリーボーイ。あなた、地元のスチューデントさんですね。おう。その制服超着てます。グレートですよ。お気に入り音声だ。ダメだ、ちょっと我慢できない。グレートですよに関しては履歴画面だな。ラップでもやってんのかこの人たち。あ、よー、 ありがとうございます。ちょ、押されちゃってるよね。お話を少し。大丈夫かな。さっきの女性たちと意味合い的には同じことを言われているのに、俺の腰は若干引けていた。ガタイもいいんだろうな。どうしようもなく、漂う勝ち勝ち衆に腰がどうしても引ける。じゃない、俺もそうや。多分頑張れご主人。多分俺もね、同じ立場だったらそうなってるわ。もうちょっとやばいなと。ホーリーの発展はお主の双剣にかかっておる。ムナサメちゃんに応援されながらマッチョな二人と会話する俺。ある意味たたり神と対峙する時よりも緊張した。そんなに。ある意味か。ありがとうございました。俺は話をしてくれた外国人観光客に頭を下げる。みんなこの地が好きだからか好意的に応対してくれた。よかったね。全部で30人くらいの人と話すことができた。もうなんかあれだよな、こういうのって。なんか小学校とかでさ、小学校中学校とかでさ、なんか地元の人たちね、なんかこう来てる観光客にみたいなさ、なんかそういうのでもたまにあるよね、こういう。こうなんか、まあ、リサーチまではいかないけど、ガチな。なんか、こう、聞いてきてくださいね、みたいなさ。修学旅行行くときとかもね、そうだけど。が。みんな、言うことは似たり寄ったりじゃのう、ご主人。だな。目新しいものないか。多くの人たちは、やっぱり法理の独特の文化に惹かれて訪れている。その最もわかりやすい象徴が友竹さんの舞と村雨丸だった。でその村雨丸がなくなっちゃったんだよな。その片方を失ったのはやはり観光地としては痛かったようだ。今日はここまでにするかご主人。そろそろ日も落ちるしな。いや、もう一箇所寄っておきたいところがあるんだ。もう一箇所、そこなら参考になることを多分聞けると思う。おう、そうか。あんなら、そこへ参るとしよう。うん、行こう。もう一箇所。俺はごく自然に村雨ちゃんに手を差し出す。村雨ちゃんもすっと当たり前のように手を握ってくれた。いいね。当たり前のように。あ、やっぱここか。いらっしゃいませ。で、お兄ちゃん。お兄ちゃんよ。あら、マーボー。こんにちは。マーボー。こんにちは。悪い。どっかね。この感じも懐かしいね。あと村雨ちゃんもここにいるからと言って、俺は隣の村雨ちゃんの頭をパムッと撫でる。え、いらっしゃいませ村雨様。ご来店ありがとうございます村雨様。二人が揃ってお辞儀を。苦しゅうない、楽にしてよい。調子に乗るなと伝えてくれご主人。ちょっとおごそかな感じ出していくスタイル。二人とも緊張しないで普通にしてくれってさ。大丈夫、俺から見たら村雨ちゃんは普通の女の子だし。そうは言われてもやっぱり村雨様だしね。なかなか村雨ちゃんって呼んでる麻婆の神経が太すぎるのよ。二人は顔を見合わせた後、俺を見て苦笑した。法理の伝承をずっと聞いてきた二人に急にフランクになれと言っても無理か。まあせめて姿が見えればな。村雨ちゃんの容姿を見たらまた印象は変わるだろうに。お兄ちゃん、何か食べていく？今ならご覧の通りどの席でも座り放題よ。いや、いないんか、そんなにか。まあ、夕方。ちょっと自虐的にロカネーが笑う。夕方過ぎとはいえ俺たち以外お客さんはなしか。俺はお茶、村雨ちゃんはパフェを所望する。パフェー、パフェで。ありがとうございます。いいなぁ、やっぱ村雨ちゃんのテンション上がった時のやつ。羨ましいやつめ。またペロ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 チロ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 と。
おもう正臣くんの正臣くんが正臣くんになるなよ。甘い、相変わらずここのパフェはうまくて甘いのじゃ。俺の手からパフェを頬張り、村雨ちゃんはご満悦。俺も抹茶を一口飲んで一心地つく。さて、ロカネちょっといい？他に客はいないのでレジにいたロカネに声を投げた。いいよ、どうしたの？以前ここの外国人観光客の客足が鈍ったって話してただろ。ああ、私がつい愚痴っちゃった時ね。ロカネは何が原因だと思う？そうだね、もしかしてもう友竹さんから聞いてるかも。だけどやっぱりご神道イベントがなくなったせいだと思う。ちゃんと統計を取ったわけじゃないから言い切ることはできないけど。まあね、ここに来るお客様のお話を聞いてると、やっぱりそういう声をよく聞くってことか。俺の今日のリサーチ結果と一致した。まあやっぱね、こうあのイベントなくなったんだねみたいなさ話とかもあるんだろうな。だけどもともとご神道はイベントのための道具じゃなかったものね。まあなあ、言い換えれば今の姿が本当のホーリーの姿なのかも。そう考えた方が楽かなって最近思うよ。ロカネがため息混じりにそんなことを言う。らしくない、こんな弱気なロカネは初めてだ。ロカネ、俺と村雨ちゃんは今ご神道イベントに代わる何かを探してるんだ。だからそんなに落ち込まないでよ。と村雨様、そんなことやってるの？ねえ、そんなことやりながらデートしてる。ロカネが目を見開く。いかにも。がもうそれを今マコさんに、見られていると、全部この一部始終を。見えないと分かっていながらも村雨ちゃんも力強くうなずいた。外国の人はホーリーの文化に惹かれてやってくるんだ。別にご神道がなくなったって文化そのものが消えたわけじゃない。まあ現に来てくれてるわけだもんね、なくなっても。ロカネに元気を出してほしくて俺は熱心に語った。しばらくポカンとした顔でロカネは俺の話に聞き入っていた。また前と同じような賑わいを取り戻すことは可能だと思うよ。そうは思わない、ロカネ？ロカネは目を見開いたまま驚いたような顔をしたままだった。なんだかほうけておるようだな、ご主人。あんまり納得してない？ううん、そうじゃないよ。ちょっとびっくりしちゃっただけ。おお、このままロカネルートでもいいんじゃないか？ダメか。ふるふるとロカネが首を横に振る。え、何に？こと言い出すなんて思わなかったよ。あのちっちゃかった麻婆がこんなに頼もしくなっちゃうんだなって。じゃあね、もっと頼もしくなった象徴でロカネをじゃあ女にするしかないな。お姉さん感心しちゃった。ロカネは優しく微笑する。少しだけ頬に赤みがさしていた。ここに来た時はまだまだ普通に弟っぽかったのに、男の子って急に成長するんだね。驚いたよ。まあ立場と責任感がやっぱ成長させるんだよな。いや成長なんて、急に褒められて照れてしまう。ほんとほんと、お兄ちゃんは最近ぐっと大人っぽくなったよ。おお、俺たちの会話を聞いていたのか小春までそんなことを言ってくる。そうでもないって。おだてても何も出ないぞ小春。何も出なくていいから、うちの練乳に行ってやってよ。遊んでないでと。もっとしっかりしろって。妹大事にしろって。妹大事にしろってな。それちょっと欲望が出てるな小春さん。まあでも俺はそうだよな。まあお兄ちゃんは絶対妹を大事にしろとは言わないけどさ、ある程度さ、なんかえいぺったいウェーとか言っていじるのやめようよな。あれはダメだろ普通に。それは自分で言えよ。ちゃっかりした妹だ。おじいちゃんに強制的に鍛えてもらおうかな。レンタロウ、お前今結構ピンチだぞ。マーボー、町おこしのことだけど私もアイディア考えてみるよ。みんなで考えた方がいいよね。本当？それは助かるな。
俺に村雨ちゃんに6カネ、3人寄れば文殊の知恵とも言うし、それからもっとたくさんの人に相談してみた方がいいんじゃないかな。こういうのって町中でやった方がいいよね。まあその町の集まりとかあるなら。それはもう少し具体的なことが見えてからって思ってるんだけど。ううん、アイディアを出すところから参加してもらった方がいいと思う。うん、それだとたくさんの人に負荷がかかるじゃない。かかるんじゃない。麻婆は自分が御神刀を抜いたからちょっと思い詰めすぎてるんじゃない。これは法理全体の問題なの。だからこの間会議で話題になったのよ。どんなことも一人で抱え込まない、これとても大事なこと。まあ、法理の中でもね、こういろいろ対立というか、こう戦いというかね、まあその商いの中でのあれはあるかもしれないけど、まあ法理の中 の、 その全体のパイが増えなきゃやっぱ意味がないもんな。ロカネがポンと俺の肩を叩く。ふんわりとロカネの髪のいい匂い香りがした。お、トクン来る？ちょっとドギマギ、ドギマギか。ドギマギしてしまう。トクンがないか。ほらご主人、何を赤くなっておる？ダメか。ね、あの巨乳のお姉さんが好きみたいなね。我が輩がそばにいるのにデレデレしようって。おお、可愛い。もっとちゃんとせんか。我が輩がそばにいるのにデレデレしようって。履歴画面だな。あ、でもこれ明確にあれだな。気に入り音声だ。明確になんか独占欲出してきてない。村雨ちゃんに左耳を強く引っ張られた。痛い痛い。村雨ちゃん引っ張らないで、痛い。お兄ちゃん、耳が伸びてる。虚空なのに耳が伸びてる。ちょっとホラーな光景だよ。そんなに引っ張ってたんだな。おお。このシチューとても美味しい、マコ。うん、この人参のグラッセも絶妙だね。おお。ありがとうございます。こんなん作るんだね。友竹家の夕げの時間、俺もいつもの席について日立さんの作ってくれた食事をとっていた。ご主人。俺の隣で村雨ちゃんが声をかけてくる。うん、わかってる。ちょうど家族全員揃っている。言うなら今だろ。うん。どうしたの正臣君。おかわりですか。おかわりはしないけど、その前にちょっと話があるんだけど、いいですか。友竹さん、日立さん、そして安春さんの順に俺は顔を見渡す。いいとも、話してごらん。穏やかな微笑を浮かべて安春さんはこっくりとうなずいてくれた。まるで何もかもお見通しのよう。吉野との婚約ならいつでも復活する準備はあるからね。そこのワンチャン絶対に逃さないよね、安春さん。いいよねみたいな。あ、もうその婚約の話かなみたいな。絶対逃さないよね、なんかワンチャンありそうだったら。いやいやいや。俺は慌てて突き出した右手をブンブン振った。いや、そんなに否定するのもあれだよな。平成。安春さんは何も察していなかった。お父さん、何勝手なことを言ってるんですか。後で二人だけでお話がありますから。赤面した友竹さんがプンプンと怒っていた。あと、アリツさんもそんなに嫌がらなくてもいいじゃないですか。ねえ、本当だよな。そしてなぜか俺にまで怒りの矛先が。いや、ちょっと、いや、僕ごときじゃ、みたいなさ。いや、そういう断り方なら謙遜みたいな感じじゃなくて。いやいやいや、ちょっとナイスみたいな。嫌です、みたいなね。ご主人、フラグを立てすぎて。フラグをな。本当だな、もう。ただ一番フラグ立ってるの今あなたですからね、村雨さん。大概にせんと、今に神罰が下るぞ。怖いわ。もう今までのユズソフト神罰多すぎるからな。まったくですね。ねえ。村雨ちゃんと日立さんにまで睨まれる。理不尽な。あと村雨ちゃん、フラグって言わないでほしい。そうだね。まあ、吉野との婚約については後で詰めるとして。うん、詰めんのね。詰めません。話ってなんだい。はい、前安春さんが言った件です。法理の外国人観光客が減少してるって。俺はみんなに説明した。村雨丸を抜いてしまったことに俺はやはり責任を感じていること、
だから今村雨ちゃんと協力してご神道イベントに代わる新しい売りを探していること、そして今日ロカ姉にも話してみたんだけど、他の人の協力も仰げって言われた。これはホーリー全体の問題だからみんなでやるべきだって。俺もそう考えるようになったんだ。だからみんなもいろいろと忙しいと思うけど協力してもらえないかな。俺は箸を置いてみんなに軽く頭を下げた。やっと言ってくれましたね、アリチさん。マコさん。え？日立さんの言葉に俺は顔を上げた。ずっと待ってたんですよ。待ってたんですか？と、小野武さんが日立さんの言葉を引き継ぐ。どういうこと？鈍いですね、アリチさん。アリチさんと村雨様が何かを画策していることは、党に把握済みということです。でしょうな。そしてその表情かわいいぞ。ふっ、相手は忍びやぞ。もうそんな無理や。もうしかもね、もう吉野さんとまこさん、もう何かもう怪しいと思ってたもんな。前はもう周り見えてなかったから。村雨ちゃんとね、このイベントのことしか頭になかったから、うん、まあ、気づかなかったかもしれないけど。なんで知ってるの？これでもくの一ですから。うん、かわいい。お気に入り音声だ。次まこさんルート行こうかな。日立さんはウィンクして余裕の笑み。ご主人、すべてバレておったようだな。我が輩も気づかなんだ。隠し通せると思う方がダメだよな。はい、それはもう詳細に把握しております。どこまでだ。昨日はお二人で河原を散策し、仲睦まじげに談笑してらっしゃいました。そうだよね。なんかすごい楽しそうにね。何やってんのかなみたいなね。今日は甘味どころで感触を楽しみつつ、仲睦まじげに談笑してらっしゃいました。仲睦まじげにね。それってただのデートじゃ。お気に入り音声だ。キラー、キラーパス。あんまり町おこしと関係ないね。ただ楽しんでるだけだよ。違う、ちゃんと町おこしのこと話してたから。日立さんの表情には意図的な悪意を感じる。で、デート？お気に入り音声だ。いい顔、いい表情。デート？みたいな。あれがデートというものだったのか、ご主人。うん、まあ見方によれば。お主、我が輩が気づかぬうちに我が輩の大切な初めてを。初めて。村雨ちゃん、何か表現卑猥じゃないか。話が脱線してきたぞ。大切な初めてとか言わないで。まあみんな落ち着いて。おかしくなってきたの。正臣君、もちろん僕は協力させてもらうよ。ありがとうございます。何を言ってるんだい。お礼を言うのは僕の方だ。こんなに親身になってホーリーを心配してくれる正臣君の気持ちがとても嬉しいよ。私も協力しますね、アリチさん。もちろん私もです。何でも言ってください。ありがとう、助かるよ。とはいえ友武さんは前の奉納があるし、日立さんはその友武さんを支えている。無理はさせないようにしないと。それにしても正臣君がこんなにホーリーのことを考えてくれてるなんてね。アリチさんもすっかりホーリーの人ですね。だよね。ありがとうございます、アリチさん。3人の視線がとても優しい。いやそんな、照れる。まっすぐすぎる行為に俺は照れてしまう。日立さん、おかわりください。照れ隠しにシチューを求める俺であった。てか、まこさんが持ってきてくれんだね。なんか自分で取り行きゃいいのにね、そういうのって。風呂から上がって部屋に戻った。どうしようかな。ちょっともう34分なんで、ちょっと今日はここで切りますか。はい。ということでね。まあちょっとデートみたいな感じになりましたけど。まあ俺たちから見たらね、もはやデートなんだよな。まあそれをちゃんと指摘してくれたな、みたいなところだったんですけど、その町おこし的なところではあんま進展なかったよね。新しい、こう、こうすればいいんじゃないかみたいな巧妙もね、なかったというか、まあ逆に言えば、その、絞る部分は自然じゃなくて、まあ文化的なところみたいな、ところっていうのは結構、まあ出てたけどね。
はい。まあ、果たして次回どうなっていくのかというところは、お楽しみに。それでは、ありがとうございました。バイバイ。